はい、こんにちは。ノンオイル料理研究家の茨木久美子です。今日はバターオイルを使わないで作るアメリカンワッフルの作り方をご紹介したいと思います。アメリカンワッフルはベーキングパウダーで膨らませるとっても簡単なワッフルで、材料もただ混ぜるだけなのであっという間にできてしまいます。で、今日のアメリカンワッフルは材料が小麦でも米粉でも全く同じ分量で置き換えることができますので、お好きな材料を使って作っていただくことができます。ワッフルメーカーは私はこちらのビタアントニオさんのものを使っています。で、こちらのワッフルメーカーはワッフルの焼き型がフス樹脂加工になっています。で、私かなり使い込んでいるんですが、今でも綺麗に剥がれて焼き上げることができるので、私は大好きなワッフルメーカーです。はい、で、仕上がりちょっとお見せしますね。仕上がりはこんな感じです。こちらが米粉のワッフルで、こちらが小麦のワッフルになります。生地の作り方のポイントが違ったり焼き方のポイントが違うんですが、その辺は丁寧に、ご説明しながら折っていきたいと思います。ちょっと食べるときにメープルシロップも美味しいんですが、レンジでちゃちゃっとできちゃうブルーベリーソースも美味しいので、今日はこちらも最後に作っていきたいと思います。で、小麦のワッフルと米粉のワッフル、ちょっと食べ比べもしたいと思いますので、どうぞ動画の最後までご覧ください。そして私が何年ノンオイルにこだわった食生活を30年も続けているのか、前回のとんかつの動画で説明させていただいています。やっぱり現代はね、気をつけないと本当に脂質は取りすぎます。私のノンオイルの食生活だって脂質は十分取れています。どちらかというと本当に脂質ね、取りすぎないように注意しててちょうどいいぐらいなんです。ご興味ある方いましたら、どうぞとんかつの動画をご覧になってみてください。それでは作っていきたいと思います。はい、そうしましたら初めに米粉のワッフルの生地を作っていきます。もう、ね、生地はね、簡単なんです。混ぜるだけなので、卵2つになります。で、そこにお砂糖を入れてください。お砂糖を溶かします。で、プレーンヨーグルトです。で、よく混ぜます。ワッフルメーカーなんですけども、油を塗らないで焼くにはちょっとテクニックがいります。お水をかけた時、じゅわっというまで温めておいてください。こちら牛乳です。で、今日水ほちからのパン用になってます。製菓用でも大丈夫だし、リファリンでも平気です。ベーキングパウダーとお塩がちょっと入ってます。一気に入れちゃいます。米粉はね、振らなくても大丈夫です。滑らかになるまで、はい、1分ぐらいね、しっかり混ぜた方が美味しいかなと思います。はい、それでは米粉のワッフル焼いていきたいと思います。はい、結構米粉の生地がサラサラなんですよね。このね、じゅわっというまで温めておくっていうのが結構ポイントです。はい、そしたら蓋を閉めます。しっかりね、じゅわっていうまで温めていただければ、油を塗らなくても大丈夫です。あ、美味しそうにできてます。私ね、ちょっと足りないかもしれないですけど、裏は綺麗なので溢れるようにいいと思います。美味しそうにできています。はい。じゃあもう一つ焼いてみたいと思います。1杯と3分の2ぐらいかな。今度入れてみたいと思います。はい。いいと思います。これへっこんでるように見えるんですけども、
溢れるよりね、このぐらいの方がよいしょ、私はいいと思いますよ。はい、お肉はね、割とサクッと焼けるのでパッと取れます。です。はい、そうしましたら次は小麦の生地を作っていきます。小麦のワッフルです。はい、卵を2つ、材料はね、本当に米粉の分を小麦にしただけなのでとても覚えやすいですよね。ただまずお砂糖をこちらも溶かしてもらって、はい、プレーンヨーグルトです。はい、よく混ぜてください。でね、小麦も米粉もお砂糖の量を増やすとワッフルメーカーで貼り付きやすいので、これ以上ちょっとお砂糖は増やさずに作ってください。甘くしたい時はね、後からメープルシロップとかをかけていただければ大丈夫です。で、牛乳になります。はい、そうしましたら薄力粉とベーキングパウダーです。でお粉はね、一回ふるいます。薄力粉はふるってください。ここがちょっと米粉と違うところですかね。そういうふるわないとね、邪魔になっちゃうんですよね。塩ひとつまみと入れます。やっぱり泡立て器でこれぐるぐるいっちゃって大丈夫だね。小麦の方はね、結構もったりなんですよ。同じ粉量でもね、全然違うんです。はい、こんな感じの生地です。全然違いますでしょ。米粉はサラサラだったけど、こっちはね、もったりなんです。はい、そうしましたら今度小麦の方を焼いていきたいと思います。でね、小麦はどうしても張り付きやすいんですよ。なので米粉の時よりもしかしゆっくりめに余熱を上げていただいて、お水なんですが、こうですね、水をかけて小麦がじわっていうまでしっかり温めておいてください。全面にやっちゃうとひっくり返しにくいので、小麦は少しずつちょっとちっちゃめに焼いていきます。ぐらいです。はい、はい、そろそろ一回見てみます。おー、いい焦げ色してますよね。そうしましたら小麦はね、結構張り付いてるんですよ。なのでお箸がいいです。この溝に沿って優しくちょっと入れてみてください。こんな感じですね。よっ、あ、取れました。はい、ですね、はい、はい、焼きます。はい、それでは見てみます。おー、美味しそうです。よいしょ、小麦が結構張り付いてるから、これでね、取ってください。美味しそうですね。小麦もいいですね。はい、はい、それでは米粉と小麦のワッフル、それぞれをカットしてみたいと思います。ではまずはじめに小麦から。はい、こんな感じです。ふわ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 ですね。はい、結構軽いです。こんな感じです。では次、米粉です。サクッ、なんかね、ウェハスみたいな感じかな。サクサクっとした感じで、はい、中はふわふわふわ、そうですね、ふわもちょっともちかな、こんな感じ、口がいいになってます。はい、そうしましたらブルーベリーソースを作っていきます。今日は冷凍のブルーベリーですね。はい、そこにお砂糖を加えます。はい、お砂糖とレモン汁です。で、レモン汁は酸味ではなくて発色ですね。綺麗な紫色を出します。はい、ラップはしないで、電子レンジ500ワットで加熱していきます。2分間になります。はい、
これで2分間ですね。そうしましたら、ちっちゃい泡立て器で混ぜていただいて、少しブルーベリー潰してもいいと思います。今ちょっとサラサラしてますが、冷めるとトロッとします。はい、最後までありがとうございました。それではね、試食してみたいと思います。米粉の方から切ってみたいと思います、ね、サクサクです。サクサク、米粉のこのバッフルのサクサク感はすごいんですよね。はい、よいしょ。はい、こんな感じです。とっても軽くてサクサクっとした食感のバッフルです。あの米粉の方がねくっつきにくいし、焼き上がるとカリッカリしてて、やっぱりお米なんですかね。あのこのワッフルはねとっても合います。じゃあ次、小麦のワッフルを食べてみたいと思います。こっちは結構ねしっかり詰まってるって感じですね、身がね。はい、こんな感じです。こちらはふわもちみたいな、そんなワッフルです。まあホットケーキに近いかなっていう感じですかね。私はどっちも好きなんですけども、どちらか一つって言われたら米粉を選ぶかもしれません。はい、皆様はどちらを他の好みでしょうか。ぜひ両方試してみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画気に入っていただきましたら、いいねボタンとチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。